い、皆さんこんにちは、ジジイです。アウトドアブーム再来、すごい人気ですね。はい、どこ行ってもね、アウトドアフェアとかね、いろいろやってるんですが、はい、ジジイのね、よく行く百均でもね、アウトドア関係のね、百均物がね、はい、たくさん出てます。はい、その中でもジジイはちょっとね、ウルトラライトの方にね、 UL いいやつね、それに特化した商品を 2,3 紹介していきたいな思って動画にしました。はい、アウトドアといってもね、今回は山登りに使う道具いうのかな、アイテムね、それの紹介になります。今出してるこのヘッドライト、これは自転車用なんで、本来のヘッドライトと違ってね、はい、軽いんですけども、アウトドアで使えるかいうことを、ちょっとね、自転車につけてみて、はい、どれぐらい持つかいうことを試してみたんですが、はい、日数的にも時間的にもね、この中に入ってるボタン電池ありますね。それで使えることが分かったんで、いっぺんこれを、山のね、方に持っていったら目方も軽いしいうことで購入しました。はい、使い方はね、これ引っ張ったら、ボタンの方、ボタン電池の方がね、通電するので使えるんですけども、それを首にぶら下げるんですけども、100均なんかに売ってるネームプレートね、それの首からかける部分を、はい、こんなやつね、こんなんを使ったらいいんですけども、それ以外にバンダナとかね、それかテントの外ラインね、それの余った短いやつで作るっていう方法もあります。はい、それ以外にはね、ウォーキングポールのグリップ部分ね、それに巻きつける方法もあります。はい、まあね、3000から4000ぐらいでね、ヘッドライトは売ってるんですけども、はい、今回はね、 UL いうことでね、なるべく軽いもので代用するいうことで、はい、これを選びました。はい、続いてはね、こちらになります。最近の山用のテントで、軽くするために、ポールをね、なくすいうのかな、はい、なくしてね、このウォーキングポール、それを代用してテントを立てるいうことが結構あるんです。はい、その時にね、このポールを正規に、この先っちょを上にしたり、反対側のグリップ部分を上にしたりね、はい、両方でね、使うことがあるんですけども、もしね、このグリップ部分が下になっていて、この手の通す輪っかね、これが、地面に触れてる時、朝方ね、もし雨降ったりね、夜から雨降ってたりしたら、ここって濡れますよね。これをなんとかしたいな、いうので、今回はね、100均のこの、パソコンなんかに使う、コードをね、コードを束ねる、マジックテープ。それを使ってみました。まあね、紐でくくってもええんやけども、ほどくのまた面倒やしね。紐をどっかに置いとくのも面倒やし、はい、こういう方法でね、この手の通す部分に、はい、こんな感じでね、はい、通して、マジックテープやから、はい、こんな感じにしとけばね、はい、全然ね、湿気に触れないか、雨にも触れないしね。はい、使わない時もね、これを外して、グリップ部分の、握らない部分の一番下かな、はい、その部分にこんな感じで置いとけば、はい、邪魔にもならないしね、はい、これもちょっといいんちゃうかなと思って買ってみました。はい、続きましては、100均のサコッシュ。
売り切れ続出やつね。はい、正規いうかね、メーカー品やったら3,000円から4,000円、そんな感じで売ってるんですけども、100円いうことでね、はい、びっくり価格です。しかしね、びっくりするほど使えませんこの肩にかけるやつね、紐の調整もできないし、この付け根いうかな、つけてる部分がね、はい、すぐほつれてくるし、なんかちぎれそうなんでね、はい、こんな感じでね、はい、ちょっとねミシンを当ててね、はい、そこらをちょっと改造していきます。はい、ただね、改造するだけなんでね、はい、あれやこれやいうことないんでね、ちょっと見ていてくださいね。はい、この前ね、100均で、これとね、他のものをいろいろね探しに行ったんですけども、まあまああれですわ、100均通のジジイにしてもね、やっぱね品数が多いんで、どこに何があるかいのね、大体は分かってるんですけどね、はい、細かい部分が分からないんで、ちょっと店員にね、すいませんって言ったら、いらっしゃいませ。誰をお探しですかって。どこから声出してんねん、今ね。店員さんがおって、串探してるんですけど、って言ったら、わかりましたって。どっかのなんか、ラーメンみたいな感じに、はい、言われて、ついていったんですけど、はい、なんかね、頭とく串でね、いやいや、これちゃうんやわ、串カツ作る、その時アウトドアでね、串カツ作りたいから、その串なんですけど、って言ったら、あ、おかしいと思いました、って言われたんです。おかしいって思いましたって。はい。それっておかしいんちゃうかな、思ってね。あれですね、怒ってはいませんよ。怒ってはいませんけど、おかしいって人の頭見て言うてんのかな、思って、おかしいって思いましたいうのはね、ちょっとおかしいんちゃうかな、思って。はい、勘違いしました、意味とわかるけど、はい、串カツのね、串を買いに行っただけやのに、なんか嫌な感じしたな、思って。嫁にそのことを今こんなん言われたんや言うたら、そしたら、シャンプーとリンスどこやっていっぺんもっぺん聞いたりなっていかがでしたか、ジジイの百均巡り。次回もよろしく。ああ、そうそう、この白い時計もね、はい、これも100均です。